海洋の自由とは、公開がどの国家の支配下にもなく、すべての国家に解放されているとする、国際法上の原則であり、公開の自由とも言われる。1609年に刊行された風合グローティウス著、自由解論の中で解かれた理論に起源を持ち、19世紀以降、国際法上の原則として確立したものである。この自由の中には、国家の支配が禁止されるとする。 貴族からの自由という側面と国際法上の条件に従えば全ての国家が自由に利用できるとする使用の自由という二つの側面がある。グローディウスは1609年に自由回論を観行し母国オランダを弁護する立場から戦線により海洋の領有を主張していたスペインやポルトガルに反発した。グロティウスは自由回論の中で自然法により海は すべての人に解放されているため、海の領有は許容されないと主張したのである。現代国際法上の海洋の自由の原則は、この自由海論の理論に起源を持つとされている。この自由海論は当時大きな反響を呼び、1610年代から1630年代にかけてセラフィム・ジ・フレータス、ウィリアム・ウェルウッド、 ジョン・セルデンなど多くの学者が自由回論で述べられた海洋の自由の理論に反駁する書籍を刊行した。このようにして17世紀には海の領有問題について論争が起こり、海洋論争と呼ばれる学術的論争の時代となった。18世紀になると、こうした学術的論争は沿岸国の平和、安全、秩序のために必要な範囲の 狭い了解とその外側にある広い公海という二元構造で海を捉える考え方に落ち着いていった。18世紀から19世紀初頭にかけてこうした考え方は当時の国際社会から合理的なものとして受け入れられ、慣習国際法として成立したのである。海洋法の分野ではこのように慣習国際法に機限を持つ法規が長きにわたり、一般的で 各国は19世紀後半まで条約の作成に対して消極的であった。20世紀になると国際連盟の主導の下で監修国際法の法典化作業が試みられたが了解の幅に関して各国の意見が一致せずこの時は法典化には失敗した。第二次世界大戦後には国際連合の下で法典化作業が継続され、 領海の幅についてはこの時も合意に至ることができなかったものの、1958年には、領海条約、公開条約、大陸法条約、公開生物資源保存条約という、いわゆるジュネーブ海洋法4条約が採択され、公開条約には公開の自由に関する規定が定められた。1982年に採択された、 国連海洋法条約では200回りまで排他的経済水域を設定できることとされたため、今日では海洋全体のうちで海洋の自由が妥当する、航海の部分はかつてと比較すると大幅に狭められることとなった。国連海洋法条約による現代の海域の法的区分、航海とは、領海、内水、軍島水域、 排他的経済水域を除く海洋のすべての部分を指し、現代では海洋の自由はこの公開において認められる。この自由としては、万民共有物として国家による支配、領有が禁止されるとする貴族からの自由という側面と、国際法上の条件に従う限りすべての国家が自由に利用できるとする使用の自由という側面とがある。 こうした自由については現代では国連海洋法条約に定められる。貴族からの自由は海洋の自由の消極面とされ、どの国も公開に対して主権的な支配をすることが禁じられるとする側面であり、現代では監修国際法として確立しているだけでなく、国連海洋法条約第86条、第89条にも定められた。これによりべての国家は、 公開のすべての部分に対して、属地的な国家管轄権を行使してはならないとされる。使用の自由としては、具体的には、航行、上空飛行、海底電線、海底パイプライン付設、海洋構築物設置、漁業、海洋科学調査が、国連海洋法条約第87条に定められた。ただし漁業については、様々な漁業関連条約が定められ、自由が、 大幅に制限されることになった。こうした、使用の自由により、公開を使用するにあたっては、同じように、使用の自由を共有する他国の利益に、妥当な考慮を払わなければならず、そうした考慮を書いた形で公開を使用すれば、権利乱用とみなされ、国際法行為となる。逆に他国の利益を、ある程度侵害することとなっても、公開使用計画の事前通報、協議、 危険水域の告知など他国の利益に妥当な考慮を払いさえすれば適法な公開の仕様とみなされる。国連海洋法条約第88条、第141条、第301条では公開は平和目的のために留保されているとするが、それによって公開での軍事的活動がすべて禁止されているわけではなく、条約上の特別な規制がない限り公開上の 軍事演習や兵器実験なども許容される。そのため部分的核実験禁止条約第1条や海底比較化条約第1条などの規制に従い、妥当な考慮を払う限り、公開上での核実験も禁止されるわけではない。1979年により、アメリカ合衆国は他国が領海や排他的経済水域といった、 海洋権益を過剰に主張していると判断した場合、その主張を認めないという意思表示をするため、事前通告なくその海域を航行するという航行の自由作戦を実施している。英仏海軍も類似の活動を行っている。アメリカと敵対する国々に対してだけではなく、日本をはじめとする同盟諸国に対しても同様に行われ。 2000年9月から2016年9月にかけて37カ国が対象とされている。この作戦により、アメリカの軍艦が事前許可なく南シナ海を航行することに中国は反発しており、例えばトランプ政権になってから初めて南シナ海で実施された航行の自由作戦に対して、米艦が沖合を通過したミスチーフ省の領有権を主張する中国政府は外務省報道官が アメリカ艦艇の行動は中国の主権と安全を脅かし不測の事態を招きかねない。我々は強烈な不満を表し断固反対すると述べた。また極東ロシア沿海州のピオトル大帝湾付近で2018年12月5日に実施された航行の自由作戦に対してロシア国防省はロシア領海まで 100km の距離にさえ近づかなかった。 日常的な航行を G 行動だと名付けた。口先だけの異業だとコメントした。イギリス外相が2017年7月27日に南シナ海に航空母艦の派遣を示唆するなど、同海域の航行の自由と国際法の尊重を中華人民共和国に求めている。また、2018年8月31日にはアルビオン級揚陸艦一番艦、アルビオンが 生産諸島の周辺海域を航行するなど、積極的に関与している。フランスは近年、南シナ海でのプレゼンスを強めており、2018年5月末に、教習用陸艦、リクスミュードとフリゲート一隻が南沙諸島と中華人民共和国が人工島を造成した、一軍の岩礁の周辺を航行している。年に3から5回ほどと、航行の自由作戦に関するカテゴリー、 ありがとうございます。